中曽根さんが亡くなっちゃいましたね。そうですね。はい。国葬するんですか、大国だから。どう、そうかもな、国葬なんのかな。靖国問題をめちゃくちゃにした情報に。だけどまあ功績もたくさんあるんですよね。まあ国有企業ね、そう、民営化民営ね、化したっ民て庁を作って NTT ね。とそれからそもそも原子力始めたのも彼だしな。JR。 はい。だからあれはありますよね、功績は。日米関係、ロン安関係でね、そうですね。ああ、よくしたとかね。はい。いろいろ言われましたけど、でも若い頃から、もう立候補した頃から、はい、それ憲法改正を言ってましてね、はい、自転車で回ってましたね。憲法改正ってあれ本気だったと僕は最終的に思えないんですけどね。いやいや、本気だと思いますよ。思いますか。万年も言ってたし、万年も言ってましたずっと言ってましたから。本当にやりたかったな。だから本当は生前なんか安倍総理になってね、はい、その憲法改正が手がつけば非常に彼としても嬉しかったと思いますけど、それは本気ですよ。僕高校の時に憲法改正の歌なんか作ってるんですよね。総選挙ってもう圧勝して、うん、これ憲法変えるかぐらいに、うん、テンション上がった時ありましたけど、あ、なるほど。その時やらなかったん で、うん、で今安倍さんもなんか、だからね、このままもうやらないんじゃないかってい、うん、いや、やらないんじゃないかと本人はやりたいんだけど、はい、とにかくその今の野党が、はい、憲法をやりたくないと出てこないとか ね、はい、そうですね、開かないとかね、はい、やっと開いても、うん、そのドイツに行った視察の話ばっかりしてるとかね、はい、そうですね、ちゃんと機能してませんからね、うんうん、とにかく野党はもう憲法改正させないっていうのがもう、まあそうですね、第一の目的だから、はい、そのいろんな形で邪魔するわけでしょ。そうですね、はい、もう中国共産党に怒られちゃうからですよね、うん、中村さんが昔ね、はい、僕は2回ぐらい会ったことあるんですけど、2回かな、はい、うん、一回自宅に行ってね、はい、ご飯ごちそうになりましたよ。あ、そうですか。で、はい、その頃上北沢か、はい、上北沢に長嶋さんの家があるんですけど、はい、長嶋茂雄さんの、茂雄さんの、その家をね、借りてたんですよ。なんで貸してたのか分かんないですけどね。あの3人は変な仲の良さがあるって言われてますよね。あ、そう、鍋常さんと中曽根さんと、あ、なるほど、あ、そういう関係かな。あの3人は、はい、それで、長嶋さん、長嶋宅を借りてそこに住んでたんですよ、はい、そこでごちそうになりましたよ、はい、何食べたかはもう忘れちゃったけど、どんな話したかも忘れないけど、忘れちゃいましたけど、はい、なかなか面白い人だなとは思ってましたけどね、はい、まあね、憲法改正の歌なんてね、はい、時々右寄りの人の集会に行くとですね、はい、歌う人がいますね。中曽根さんの憲法改正の歌を歌いますとか言ってた。あ、そうなんですか。覚えてる人いるんですよ、はい。そうす、書き込みあります。不沈空母発言ですね。不沈空母発言ね、はい、まあそれだってその通りだよ。だけどそれは、はい、今考えれば、はい、最初はね、各営にだいたいコントロールされてるって、三角大副中と言われたけどさ、はい、要するに派閥も小さいし、はい、その総理になれるとはまあその思ってなかったけど、はい、でもその中曽根さんが言ってた話で、うん、要するに総理になれると思わなきゃなれないと、はい、で、その総理とかですね、うん、経営者になりたいという人はですね、はい、3種類あって、一つはその周囲から押されてなる人、はい、人望があって、はい、ね、この人も、はい、みんなしたいと言って、はい、周囲が盛り上げて、はい、社長なり総理にする人、はい、もう一つは、なりたいと、うん、若い頃から思っててですね、うん、そういう人はそれなりにやっぱ努力するわけですよ、はい、社長になる人も、そうですね、それになる人も、で、そういう人、それからあとはフロックでなっちゃった人、たまたま前任者がですね、なんかトラブルを起こしたとかね、はいはいはい、で、たまたまなっちゃったと、はい、まあ、蜂が回ってきた、そうそう、はい、だから一番良くないのはたまたまなっちゃった人なんですよ。まあそうですね、ね、それ、はい、若い頃から人はなりたいと思ってた人はそれなりにやっぱ勉強もしてるわけですよ、はい、ね、だからでも一番いいのは本当は周囲から押されてなるっていうのが一番いいわけですよ。人望もあるし、人望もある、力もあるってみんなが認めてね、はい、なるっていうのがいいんだけど、はい、でも2番目どっちがいいかわからないけど、自分がやりたいと、自分がやりたいと思って努力してきた、はい、いろんな形でね、はい、悪いこともしたかもしれない、はい、お金も集めなきゃいけないし、はい、だけどそういう人はまだいいんですね、うん、フロックでなる人が一番いけないと、会社を潰すと、はい、海部俊樹のことですか。いや、そういうのありませんけどね。たくさんいますけどね、リクルート事件とか、鈴木善子とかね、そうそうそう、いますけどね、そう、あれ、そんなこと言ってはいけない、そんなこと言うとまた善子、はい、さんのご子息もいるからね、はい、まずいんですけど、はい、フロックでなった人もいるんですよ、はい、だから民主党3代なんかもフロックだから、あ、まあそうですね、うん、はいはい、そうです、うん、あれなっちゃいけない人だよ、なっちゃいけない人ですよ、うん、そう、はい、フロックでもなっちゃいけない人、なっちゃいけない人、あの3人はね、はい、
村山とんちゃんもそうでしょ。ああそうですね、あの自民党の会派が割れて、うん、それで結局、うんうね、もうあれを担ぎ上げていくしかないっていう、うん、そうですね、はい、うん、まあ風貌だけはね、はい、なんとなくこう意見がありましたけどね、よかったですよ、長老の風貌はね、はい。